今日はですね、はい、語源についてなんですけれども、まあこのチャンネルでは、うん、語源についてたくさんこれまでも取り上げてきたと思うんですけども、人気トピックですよね。今日はですね、はい、語源そのものといいますか、語源とは何かとか語源の考え方みたいなところにフォーカスしたいと思うんですが、より専門的な感じですか。専門といいますか語源の捉え方みたいな話なんですけれどもね。で、何回か前に英語語源辞典というのを研究者のですね新装版ご紹介したんですが、結構たくさんの方に見ていただきましたね。はい、だいぶ新装版も売れているというふうに研究者さんから聞いておりますが、そうなんですよね。で、あの回でしたかね、井上さんが、名言を、こう、繰り出されまして。そうですか？教室から酒場まで。あれが結構界隈では受けていまして、いいという評価高いんですよ。ああ、そうなんですか。どこでも使えるっていうか。語源業界では。そうですね。あ、本当に。確かにこういう英語誌であるとか、こういう授業でも使えますし、何ですか？人前で話をするときに校長先生は結構 ね、いいと思いますし、酒場まで、はい、ということなので、はい、今回この、語源というものは、そもそもどういうふうに考えていくと、もっと面白くなるのかというところで、専門でもあるんですけれども、はいはい、考え始めると、身近な話題でもあるのかなっていうところなんですね。で、少し一般的、抽象的な話にはなるんですけれども、やっぱり具体例があると分かりやすいかなと思うので、はい、まず、今日のお話と関連する、英単語の語源ネタを先に紹介しておこうと思うんですけども、サーロインっていう、サーロインステーキのね。あの単語ありますよね。はい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 、で、あれは SIRLOIN っていうふうに、書くんですね。サーロインですね。はい、一番上等な、ステーキの肉の部位っていうことで知られていますが、これですね、よくこう語源であるとか語源説の本を見ますと、面白おかしいですね。こういう説が、いろんなところで見られるんですね。これ何かと言いますと、サーロインっていう、このサーが SIR っていうと、何々教っていう時にこう偉い人につく、私もちょっと一瞬そう思ってました、ナイトっていうか騎士なんかにですね、それでこれ諸説あるんですけれども、イギリスの王様がですね、このステーキ、サーロインステーキを食べた時に、ロイン様があまりに美味しいということで、その場で剣を抜いて、このロイン様、ロインっていうのは肉の腰の肉のことであるんですけど、腰の肉にもサーをつけて呼びたくなるくらい美味しいということで、剣を抜いてこう、ナイトに処すっていうね、それでサーロインみたいなところであって、でその問題の王様というのは誰かというと、ヘンリー8世という説もあれば、ジェームズ1世とか、あるいはチャールズ2世とかですね、大体16、7世紀あたりの、王様っていうことになってるんですが、そういう、どの王様かもはっきりしていないっていうことは、ちょっと眉唾っぽいじゃないですか。そんな感じしますね。はい、実際にはフランス語から入ってきた単語で、もともとのスペル SUR で。あ、そうなんだ。はい。で、上野っていう。あ、そうか、上野っていう意味、ね。なので、腰の肉の中でも、ちょっと上の部分で、美味しいところっていう。なるほど。のが真実の語源ということなんですね。ただその騎士に列するっていうのは面白いじゃないですか、話題として、ネタとしては、ネタとしてそれこそ酒場レベルだと、そうですよね、でそれによって、綴り字も結局SIR に変えられたっていうのもそういうことがあるわけなんですが、一般にこうしたこう語源説ですね、広く俗説と言われたり面白説と後から付けた説みたいなことなんですが、一般にこう民間語源っていう言い方をするんですね、民間のっていうか、フォークエティモロジー、エティモロジーっていう語源なんですが、フォーク、一般の人々の大衆のってことです、で、それに対してこうフランス語のシュールっていうのが頭についた形でっていうのが、真実の本当の語源という意味合いで、大体フォークエティモロジー、民間語源に対して、日本語では学者語源っていうことが多いんですね。ほう。
学者語源、はい、英語では何て言いますかね、まあ real とか true etymology とか、それなんですか、怪しげなものとして学者語源っていうんですか。いえ、ちゃんとしたもの、ちゃんとしたものっていう、民間語源に対してカウンターパートとして、はい、あ、なるほど、はい、民間とか俗に対して、まあ、何を当てるかっていう、ところの問題なんですけれども、まあ、聖なるではないでしょうし、俗に対して、うん、まあ、こういう場合は民間じゃないっていう表現として、ね、ここでは学問的とか学術的というような意味合いで、学者語源って言ったりしてるんですね。学者語源ってなんかちょっとディスってる感じしますけどね、うん、いや、そのあたりがですね、実は後で話題になってます。あ、そうですか、はい、失礼しました、はい、で、もう一つぐらいですね、まあ、これも酒場で使えるかも、まさに酒場で使えそうな、話題なんですが、うん、ティップってありますよね、はい、心付け、はい、ちょっとした少額のお金を、はい、レストランとかホテルとかで、うん、出す、はい、ティップありますよね、うん、これがですね、やっぱり、まあ、簡単なね、3文字のティップっていう単語なんですが、はい、ですよね、この心付けっていうチップの意味では語源があんまりはっきり分かっていないっていうふうにされてるんですね。こう一般にはまず、こうスラングみたいなところから発生して来たんではないかというんですが、例えば OED みたいなのを引いてもはっきりしたこと書いてないんですね。単純な言葉だしね。そうなんですよ、ね、3文字の一音節の、そうですね、まあ、こう先っぽって意味でティップあるんですが、はい、これとまた別語源みたいな、ね、みたいなんですよね、はい、で、まことしやかに言われているいわゆる民間語源、うん、面白い方の民間語源ではですね、はいはい、16世紀17世紀あたりのコーヒーハウスっていうのがロンドンで流行っていたんですね、うん、で、そこで、この、小銭入れがあって、うん、そこに、お金を少額入れると早く注文が来るというような、うん、そこで To ensure promptness で迅速に、迅速を約束しますと、つまりいくらかくれればっていうような、で、まあ、出しときますけど、はい、TIP っていう、ね、うん、これがまあいわばあと流行ってディップディップと読むようになったんではないかというような説があるんですけれども、はい、これもですね OED では全く取り上げてない説なんですね、いわゆる学術的な辞書、語源辞書では取り上げていなくて、ただものの、本、まあ、語源の一般向けの本ではよくこれが載ってるんですよ。なのでこれがまあ真の語源だと思い込んでいる方もいるんではないかというぐらいなんですね。で、実際のところはですから、本当の語源はまあよくわからない、なるほど、止まりなんですよ。なるほど、なるほど。で、今まで、まあ、2つの例を出してきましたけれども、うん、一方、まあ、民間語源、面白い方ですよね、うん、ネタになりそうな方、ネタになりそうなね、で、もう一つは、まあ、いわゆる学者語源というか、はい、学術的で、まあ、面白みとしては書けるっていうか、まあ、真実追求っていう感じですよね、うんうんうん、なので、本当はどうなんだっていうことをやるんですが、語源学という言い方で学術的にやる場合、うん、当然後者の学者語源と言われるようなものに注目することが、うん、まあ、非常に多かったわけですよね。それはそうですよね。それはそうだと思うんですけれども、うん、ただですね、フォークエティモロジーっていうのは今、まあ、本でも書かれている、学術書としても書かれているぐらいで、うん、それ自身が一つの言語の、クリエイティビティと言いますか、確かにね、まあ、そもそも究極の語源なんて分かんないことが多いんですよ、うん、はい、あ、なるほど。で、ある段階で、そこにこう何らかの、うん、とっかかりといいますかね、面白い話を引っ掛けてむしろストーリーを作り上げるというのも、うんうん、これ一つの人間の想像力ではないかという観点から、うん、一般的な ね、 そうですね、フォークシオリーもね、とそれ自体がね、そうなんですよね、うん、それ自体が面白いっていうことですし、うん、まあ、ネタとしては受けるわけですよ、はいはいはい、で、これも後世の人が多くですね受け入れて、それこそが、まあ、真のと言いますか、語源なんだというふうに多くの人が受け入れるようになったら、うん、それはそれで、まあ、少なくともその段階からは語源と解釈して良いんではないかっていう話にもなりますよね。そうするとですね、で、本当の究極のところも分からなかったりするんで、どこからが作り物で、どこからがじゃあどこまでは本当なのかみたいなものも、うん、だんだんあやふやになってくるんですよ。語源をこういろいろ追求していくと。なるほどね。うん、で、むしろフォークエティモロジーとか民間語源っていうのは、学者が
学術的に語源を調べている中で一般の人はこんなこと言っているっていうふうにちょっとディスった見方で多分出てきたんだと思うんですよ。で、先ほどあの逆の目線もあったと思うんですが、でフォークに対して、フォークエティモロジーって言ったのができたから、うん、民間語源って言い方ができたから、まあ、多分学者語源って作った、と思うんですよね。なるほどね。でここの区別は難しくて、まあ、学者語源だって究極のところは実はクリエイティブである可能性も人間がやってること、うんうん、人間が作った単語なんでね、はいはい、ということもありますし、民間語源でも面白くないネタも多分いっぱいあると思うんですよね、うんうんうん、でそういう意味では何がどっちの方が権威があるかみたいな、議論でその民間対学者みたいな、構図があるいは逆ディスりみたいな感覚もあるのかもしれないなと思って、ただ用語としてはちょっと民間語源って定着しちゃってるんですよ、うん、いろいろと。でそこでこれをこう、まあ、ニュートラルにこの2つの区別っていうのを何か、はい、表現できないかなってずっと考えてき、はい、ていまして、はい、ちょっと手垢のついてない表現ですかね。でこれ、まあ、一つ考えてみたことがあるんですが、はい、もっといいのがあったら、これ視聴者の方にいろいろこれ変えたいと思ってるんですよ。これ堀田さんが考えたんですよ、はいはいはい、でベストだと思ってないんですが、はい、今のところ、はい、で民間語源というのは、うんうん、いわば解釈語源、なるほど、まあ、すでにある単語を、まあ、再解釈して、うん、これが語源だろうっていうふうに作り出す、まあ、ある種後付けの後付けっていうことですよね、解釈語源、うん、はい、で一方で今までまあ学者語源とか学術的なって呼んでいたものは、うんうんうん、まあ、あの真実のとかでもいいんですけれども、やっぱりちょっと手垢がつきそうなので、うん、私としては、追求語源、お、まあ、学術的にっていうことなんですけれども、なるほど、さらに前っていうのがあるはずだから、その形態とか、うんうんうん、音形であるとか意味なんかをどんどんこう追求して遡っていけるようなものっていうことで、つまり追求の対象としての語源か、あるいは解釈を、まあ、いわば楽しむって言いますか、ね、ための語源で、これは2つ、差はなくってですね、差と言いますか、つまり見方としては、まあ、見る角度が語源に対して違うだけで、どっちも価値がある、両方とも価値があって、うん、一方は、まあ、人間の本当想像力というものを刺激するものとしての、ね、真面目な追求するっていうか、まあ、それこそ研究する対象であると、うん、はいはい、で一方は従来通りの比較言語学とか歴史言語学的に追求していくという意味で、まあ、こちらを追求語源とまあしたわけなんですけども、だから Q はまあも求めるでもいいですし、極める方でもまあいいと思うんですけれども、で、この民間語源をちょっと復権したいなというところがちょっとあるんですよ。そうなんですね、やっぱり面白いですし、まあ、で教室はですからその追求語源で、酒場は民間語、新しい、追求じゃない方の解釈語源、解釈語源という、ことで、なるほどね、住み分けっていうんじゃないですけど、まあ、だから民間語源は間違ってるとか、うん、俗っぽいとか、後付けで、嘘だというのも言い過ぎだし、なるほど、一方で、このね、つまんない、形態変化ばっかり追っている、語源なんて何の役に立つんだっていうのも言い過ぎだし、まあ角度なんだと思うんですよね。あんまある意味教室語源と酒場語源ですね。そうですね。まあ、そう言っちゃいましょうか。いやいや、でもそれは用途だから、それ。そうなんですよ。用途っていう用途としてはね。ことで、そのフォークエティモロジーが、まあ、そちらの角度から再評価されてもいいんではないかなっていうふうに、なるほどね、それも一つの人間の営みだと、そうです ね、まあ、ある種の言語感みたいなのを表しているかもしれない、と思いますよね。はい、その解釈を思いついた、人物の創造性を評価するという、うんうん、でしかもある程度流行ったわけでしょ、その誰かがね、そうなんですよ、大体の方解釈したんだけど、そっちの方が載ってることが多いので、ねね、っていうことはなんかそういう、まあ、人口に解釈するというか、うん、ある程度なんか人に受けるっていうことはなんか人のなんか言語感覚に訴えたところがあるっていうことですね、いうところですよね、なるほど、なので後付けが、うん、1ランク低くなるようなものでは必ずしもない世界、語源の世界であってもいいんじゃないかなってい う感じはするんですよね。なるほど、面白いですねそれ、なんで語源自体に、はい、一応こっちの角度から見てますみたいのがこう
ね、あのラベルかなんか貼ってあると一番良好。例の研究者の語源にはその民間語源は載ってるんですか？まあ、やっぱり俗説っていう言い方をしたり、ね、まあ、そういう形でも載ってますね。なるほど、何々と言われるがこれは俗説とか、でそこを俗説と言って切らないで、ラベルで解釈語源とか追求語源っていうところで、やっていくと、ホトさんそこまで高めたいわけね。高めるというか復権は、復権フォークエティモロジーか後付け、うん、後付けっていうのはやっぱりこれはもう人間のクリエイティビティだと思うんですよね。そうですね、これも含めて言葉の営みなので、うん、言語学が追いかけていいんじゃないかなっていう気がしてるんですよね。それを民間語源学みたいな感じだね。そうですね、もう定着しちゃって難しいんですよね。もうこれは民間語源っていうと、まあ、反対側にアカデミックなものがあるっていうことで、ここはなかなか難しいですよね。でもそのこの前の語源辞典はやっぱりその俗説まで載ってるっていうことでも、はい、そうですね、面白いですね、そういう意味ではやっぱり読み物にもなるっていう、ね、ところはありますね。